ゆうりさんのかくれんぼ聞いてください。散らかったこの狭い部屋は孤独と二人息が止まる。文句を言いながら片付けてくれた君は出かけたまま。君にもらったタンブラー、自由の女神のイラストも部屋の隅で寂しそうな顔をしてる。君はまたねって言いたいよね。嘘はやめて、と口うるさく言ってたでしょ。そんな君が嘘をつくの、僕を一人置いてくなんて間違ってるよ。かくれんぼなんかしてないで、もういいよって早く言って、もう一回その言葉が宙に舞う。かくれんぼなんかしてないで、まだだよって焦らさないで、もう一回もう一回。グッバイ。ありがとうございます。東京都内津駅で路上ライブやってます、ジャスティンと申します。717駅のうち379駅目です。よろしくお願いします。君の夢何度も僕が見るたびに、またかよって言葉をこぼして、一人泣くまた夢の中に。部屋に隠れた面影たちを簡単に見つけられるのに。君はさ、隠れるのが上手だね。君は目つぶって膝抱えて、また10秒数え終わっていないのに、覗き見してズルしたから、僕はどこかいなくなってしまったのかな。じゃんけんで負けて僕顔に、そんな上手に隠れないで出てきてよ、もういいだろう、日が沈む。隠れんぼなんかしてないで、この声に答えてよ、もう一回もういいよ、聞かせて、どこにいるの。バカだよな、わかってるよバカさ、もう君からは僕を感じないんだ。君の頭の中はない、まるで朝の小田急線、僕が乗り込む隙間なんてないのかな。一人にしないで、かくれんぼなんかしてないで、もういいよって早く言って、もう一回その言葉が宙に舞う。かくれんぼなんかしてないで、この声に答えてよ、もう一回もう一回。 Goodbye。ありがとうございます。ゆうりさんのかくれんぼをね、カバーさせていただきました。ありがとうございます。ジャスティンと申します。皆さん、渋谷379駅目盛り上がってますか。盛り上がってますか。渋谷、いえ、渋谷はもっと盛り上がれるはず。渋谷盛り上がってますか。いえ、ありがとうございます。ありがとうございます。東京都内全駅で路上ライブやってます、ジャスティンと申します。717駅ね、あるんですけども、379駅目になりました。あと1曲だけね、歌ってね、終わりになります。ぜひ最後まで聴いててほしいです。あと、ちなみに、東京都内全駅路上ライブの、東京都内全駅路上ライブの終わりが、渋谷なんですよ。
その全部終わりきる717駅目が渋谷なんですよね。ぜひ皆さん日程とかね、僕の SNS に全部載ってるんで、何時何分とかね、皆さんの最寄りとかにも必ず僕は行きますので、ぜひね、僕の SNS をフォローしてもらえると嬉しいです。で、TikTok でもね、常に生配信しながらやってます。ぜひ TikTok の生配信とか TikTok でフォローしてもらえたら嬉しいです。